斉藤聖豪は北海道札幌市出身の柔道家。1995年第23回札幌市民スポーツ賞受賞者。小学校、中学校、高校までは北海道代表として全国大会で活躍し、高校3年時には得意の内股、大内狩り、寝技を武器にインターハイの中量級で優勝。北海高等学校卒業後は、 国士館大学に進学し、国士館大学が全国制覇した際には、首相としてチームを牽引した。大学卒業後は、朝日火星に席を置き、個人戦で行動完売を4連覇、全日本選抜対重別選手権で2連覇、全日本実業個人選手権で3連覇するなど、同階級の第一人者として活躍した。しかし、大学4年時と社会人1年目に、 相次いで両膝を故障した影響により、それまでの成功法の柔道から、肩車、靴木刀、返し技などの変則柔道に変調していったことや、同階級に、飛びつか正とし、矢崎雄大、泉広といった競合が揃っていたなど数々の不運もあり、オリンピックや世界選手権に、個人代表として出場することはなかった。2010年からは所属する旭化成の、 柔道部監督に就任し、更新の指導に当たっているが、本人はまだ引退していないつもりという。内股、肩車、寝技特に肩車が非常に得意で、2009年、全日本選手権の際の胸への肩車は、監修の度疑問を抜いた。ありがとうございます。